それでは始まりました東京ドライブ。本日のドライブはそんな始まりじゃない来週のサザエさんはみたいな感じじゃない今日は初めてのナイトドライブ、初めてのナイトドライブです。いや色変わると明るいんじゃない。よ、映ってますね。映ってるよ。今まで行った旅行で一番良かったなと思う場所。自分はベタだけど沖縄か石川県の金沢。金沢いいよね。めちゃくちゃ良かった。金沢行ったことある？ないです。ない元気がいいね。今日一声いいよね。また行きたい。行きたいね。のどぐろが最高にうまいな。先生は、はい、どこあるんですか？温泉が好きだから、ああ東北ですかね。当時がお酒好きなイメージは一切ないんだけど飲みに行けないのやっぱ辛いね。飲みに行くなって言われると飲み行きたくなるしね。でも一回も行ってませんからね飲みに、うん、リモート飲みは？リモート飲みはコロナが本当に流行って緊急事態宣言が出てた頃はやったし。あーそうだね。もうブームは過ぎてしまったのかな過ぎてしまったあれ。いや、全然あると思う。ある。今度アメリカのに住んでる方と妹飲みしようって言ってんだよ。でもその人はおじさんだからさ、妹飲みのことウェブ飲みしようぜって言ってさ。気づいちゃいましたか？髪切ったんです。気づいちゃいましたか？パーマかけた。だからかっこいいと思いました。だからかっこいい。いや、それなんか語弊がありますね、今の。いやいや、語弊はないよ。語弊はない。今日、会社で、イケメン風の人に、お前もイケメン風だからなって言われてる。と、髪伸ばして伸びてるね。どのくらい切ってるの？昔のしたいんだけど もう我慢できなくて毎回切っちゃうんだよ。ここは割と良くないですか？こっちが邪魔に。あ、そうっす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 なるね。パッツのロゲの方がいい逆に見たいです。
到着しました、こちら到着しました。じゃあちょっと、じゃあ外の方からは外の風景をご覧ください。ご覧ください。降り入れそうですか。いや、あそこやばいっしょ、船の前とか。やばいっすね。めちゃめちゃ綺麗じゃん。今日からここを本拠地とします。だ、だ